ってる。サイン会受付中です。手形待ってます。いらないと思うけどどうぞ。今回の手形は黄金バージョンらしいです。いらないと思いますけどどうぞゲットしてください。どうぞ。サイン会、もうサイン会の写真めっちゃ漏れてました。多分まあ今回も手形とかいらないと思うので、お手形という名のお絵描きにしたいなと思います。お絵描き大会したいと思います金欲しい、珍しい、不思議だ。どうぞみんな、どうぞ、いろいろ受付中なので来てください。宣伝ショールームナウ、イエイ、宣伝ナウ。宣伝ナウ、イエイ。なんか最近気づいたことは、気づいたことでもないけど、なんか前髪のなんかここの毛があった方が顔がちっちゃくは見えるんだけどちっちゃくは見えるけど可愛いだって。可愛いと思ったら会いに来てください。めっちゃちっちゃくは見えるけど、なんかこっちの方がなんか漏れてる気がするっていうどうでもいい気づき。そう、ない方が可愛いって思ったのっていうのを昨日夕方に言われた昨日の公演で。こっちが可愛い。トーク会通過し、はい、通過してから。今日は宣伝モードですね。はい、宣伝してます。どうぞ買ってくださいめっちゃ正直です。めっちゃ正直。菅原はあの本当昨日、あ、決めたばっかなのにちょっと前にあの一言思っ、うんってやってから喋るって決めたのに思ったこと言っちゃう。なんでこんな正直なんだろう。アピールポイントはないです。菅原に会えるだけです、だけです、です。4時ってあるかどうかよくわからないんだよね。あります。昨日の公演行ってありがとうございます。また公演あるんで来てください。はじめまして、はじめまして、菅原まやですそうです。もうどうぞ。なんだろう、服装とかはいつも通りです。私は特にあの衣装を着るとかないですないので、はいって感じです。よかった、 MC 面白かったです。拍手。チャージ、チャージ、まあ、チャージという名のスウェット、レッスン着。その日はトーク会の前に握手会じゃない、公演があった日かな。なので私はちょっとみんなみたいにあの多分衣装を着てほしいなっていう声があると思うけど、多分みんなは菅原が衣装を着ないっていうことを分かっているので、まあ着てほしいっていうことを言ってこないとは知ってるんですけどはい、私のは私服ですね。基本的に、基本的にあの菅原のトーク会はあのあれです、私服です。あんまりなんかお揃いの時とかはなんかやるけど、とか例えばハロウィンとか、それ以外はあんまりないかも。てか顔丸いな、なんかやっぱご飯食べれるようになると顔が丸くなっちゃうんだ。って感じです。
嬉しい、手形完売してた。お、公演めっちゃ良かったですって、え、嬉しい、褒められるの。公演待ってます。まゆちゃんは私服で挑みますのでどうぞよろしくどうぞよろしくお願いします。今日湿気すごかったじゃないですか。だからもう髪の毛が普通に下ろせないんですよ。残念なことに。公園お見送りで何喋っていいか分かんない。でもそこらも何喋っていいのか分かんないってか聞き取れないだろうなって思います。聞き取れないんだろうなって思いながら、あの公園のお見送りしてます諦めてます。話すことを聞き取れなさそうって思って。ありがとう。まあ言ってそんなね話せるほどの時間もないんですけど、お見送りに本当に って感じです。なので結構あのお見送りはあのちょっとありがとうっていうことだけを、ありがとうっていう言葉だけをあの割とちょっと心がけています。あと目合わせることだけを心がけて おります一人ずつに。なのでまあって感じです。目合わせてくれたら菅原は嬉しいです。やっぱ目合わない人いるので、もう推し面しか見えてないみたいな人とかいるので、まあそれは嬉しいんですけど、なので目合わせてくれたら嬉しいです。以上。菅原が多分あれなんだと思う、あの声が聞き取りにくい声なんだと思うシンプルに自分でも聞こえてないだろうなと思う。人よりもあの声通らないんですよ。取れるかな、なんか静かな人が隣にいたら聞き取れるけど、やっぱあの声がでかい人とか声が取る人の良かとあの聞き取れない確率が多分高いと思います。めっちゃ顔むくんでるわ。諦めます。お見送りは別になんかその変にあの何もなくてもいいです。お見送りはあれです、基本的にお見送りは名前順じゃなくてあれです、最後の一列、未来が目に染みるの一列が基本です。チームイは次の公演は23です。どんどんの誕生日、生誕祭楽しみ、どんどん
香港だったわ。でもたまにちょっとずれる時もあるけど。で、菅原って基本上手が多いんですよね。なんかさ、菅原ってさ、大好き、ありがとう。菅原ってさ、なんかダンス踊ってる時めっちゃ思うんだけど、神手多くない？ライブとか、ライブとかイベント、なんかそのフェス公演では思わないんですけど、フェス公演は割といろんな方行くなって最近思うけど、なんかライブとかイベントごと、イベントで曲披露する時とかめっちゃ神手多いんだよね。そう、選抜でイベント出るとき高確率で上手にいることが多くて、でたまにこう下手もう行かないみたいなときとかあるんですよ、イベントとかで全然多くて、でも下手にファンがいるみたいな、困ったっていうことがめっちゃあります。基本菅原めっちゃ上手なんだよね。だからちょっと下手にいるファンの人には申し訳ないけど、見てるからね。ちな見てるからね。え、たまたまだと思います。いや、最近っていうか、まあ、ずっと思ってたことではあるんだが、高確率で神手なんですよね。なので、まあ選抜系はだったら神手だと嬉しいなって思いますけど、菅原結構あの、まあ、それでこそ重力シンパシーで割と一回こう一通り見るんですよ、あ、公演とかだと。ポジションはマネージャーが決めてるからちょっとなんとも言えないけど、結構重力シンパシーとかで菅原はこう頭見回すんですよ、ファンの人。だから結構最初は下手にいるんです、重力シンパシー。そう、そこで人見られてるからね。そう、見て、でもみんなはやっぱさ、目の前にいる人が気になっちゃうよね。って感じです、本当に。え、いいんじゃない、なんでもいいんじゃない。やっぱさ、目いっちゃうよね、目の前にいたら。菅原も目の前に、もし客席だにいたら目の前の人見ちゃうかもしれない。そうだよ、コンタクト合わんは眼科た方がいいんじゃないですか。で、コンタクト合わせてください。スーパーマヤリンタイムをください。スーパーマヤリンタイムとは、って感じですね。もうあと5分で今日も終わります。明日は20日です。明日は20日です。明日も皆さん頑張りましょう。見られてるかと、見られてるかもと思って毎日か見た、それがいいと思います。もう今月も、明日20日でしょ、あと10日で終わっちゃうんだよ。早くないですか、なんか毎月毎月早いわ。なんでこんなに早いんだろう、早くね。早いんだけど、めちゃくちゃ早い、毎回早くてびっくりする。ハルコンやばいよ、あと2週間しかないんだって思うと、やらないといけないことが
たくさんあって、もうもたもたしてられないですね本当に。早いです。とりあえずもうネイルがこうボロボロなので塗り直しますわ。これ気づいたらもう右手がボロボロで、とりあえずやりますわ。昨日は頑張ってやることやって、なんかもともと昨日サイン書きもするみたいな言ってたのに、サイン書きしなかったから、ちょっとまあ当日までに頑張りたいなと思います。こっちの色と同じ色にしたいと思います。こっちじゃなくて、こっちの方が肌白く見える。指日傘欲しいな。なんか急すぎたけど、日傘欲しいな。なんか欲しいものが多すぎて、なんか最近これ買ったなと思って、あこれ買わなきゃと思ってこう買いに行ってこう家帰ったら、ああれ欲しいかも、あれ買わなきゃみたいな。なんか買っても買っても買いたいものが多すぎてびっくりしちゃうんですよね。なんでかな本当に。びっくりなんだけど。そうなんよ、カードやばくなんのよ。どういうこと？なんで？あと最近あの食欲も抑えたいから、あの意外と髪の毛落ち着いてた。食欲もあのやばいから、なんか普通にどうにかしたいです。ストレスも関係ありますか？ちょっとわかんない。ストレスは常にありますよね皆さん。ストレスに負けないで皆さんも頑張ってください。欲がすごいんですよね。食欲なくなってほしいですってことで今日もありがとうございましたおやすみなさーい。また明日も頑張ってねみんな。ファイティーン。今日こそサイン書きます。頑張る。おやすみなさーい。イエイ。意外と今日